に来ていただきまして本当にありがとうございました。高いところからではございますが心からの感謝を申し上げます。ありがとうございます。クズ派でいいものみっけ、明治150年みっけちゃんお誕生日会を始めさせていただきたいと思います。私本日司会を務めさせていただきます坪井恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして私の隣にいるみっけちゃんのお友達で私のお手伝いも今日一日していただく方をご紹介、辰井由美さんです。よろしくお願いいたします。はい、由美ちゃんどうぞよろしくお願いいたします。それではここから由美ちゃんにみっけちゃんとみっけちゃんのお友達の紹介をしていただきます。それではお願いいたします。では本日主役であるみっけちゃんまずステージへどうぞ。はいどうぞ。どこから行くの？さすがみっけちゃん。みっけちゃんおめでとう。はい、では改めまして今日お誕生日を迎えます踊りが大の得意なみっけちゃんです。みっけちゃんおめでとう。そして今日は全国からみっけちゃんのお誕生日をお祝いにたくさんのお友達が駆けつけてくれています。順番にご紹介させていただきます。まずは東京都墨田区からカッパのコタロー。あれ、あ、そっちに行ってた。コタローちゃん、コタロー今前にくるくるっと可愛い姿を見せてくれてます。カッパのコタローです。続きまして滋賀県彦根市ビバシティ彦根からビバッチ君。みっけちゃんのお誕生日ってことで、あら、かわいいアクセサリーをここで持ってきてくれてます。ビバッチ君つけてくれるの？かわいいプレゼントですね。ありがとう。ビバッチ君からのかわいいプレゼント、みっけちゃんの尻尾につけさせていただきました。そして京都府福知山市から緑の親善大使ゴーヤ先生です。帰りますか？はい、みっけちゃんお誕生日おめでとうございます。いつも仲良くしてくれてどうもありがとう。これは気持ちばかりですがイケメンから花をプレゼントいたします。皆さん今のシャッターチャンスですよ、撮れてますか？あと、あのとても恥ずかしいんですがオスの猫をプレゼントします。いつでも寂しくならないようにね。はい、先生を感じたらその猫を可愛がってください。ありがとうございます。おめでとうございました。はい、ありがとうございました。ゴーヤ先生ありがとう。それでは続きまして京都市からなごみしばっこ、そしてめったに見れないアニッコです。あら、あ、ちょっとお預かりしててね、小太郎くんね。さあ、そして二人からもプレゼントです。ありがとう。どうもありがとう。
お誕生日プレゼントがいっぱいですね。みっけちゃんのお友達が駆けつけてお誕生日プレゼントを持ってくれてます。とても嬉しいです。あ、大丈夫かしら。ちょっとしたアクシデントが起こりましたが、兄っ子が今ちょっと後ろで一生懸命もう一回上がってきてくれてます。お待ちくださいね。びっくりしましたね。とても楽しい写真が撮れたと思います。これももしかしたらお誕生日プレゼントかもしれません。はい、ハプニングでしたが、みっけちゃんお誕生日プレゼントですね。はい、ありがとうございました。大丈夫です。大丈夫かな。はい、では続きまして、はいです、はい、京都府京田辺市からキララちゃんです。はい、キララちゃん、どうぞステージへ。はい、気をつけてね。キララちゃんからも何か素敵なプレゼントをいただいてしまいました。ありがとうございます。ありがとう。開けちゃう。おお。これで遊んでねといただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、遊んでおりますが、次のお友達もご紹介しますね。枚方市から彦星くんです。はい、彦星くん、ステージの方へどうぞ。彦星くんからも何か素敵なプレゼントをいただいております。プレゼント for you。 そしていつも頑張ってるみっけちゃん、まったりしてねとメッセージ添えていただきました。中身はイワシとサバの缶詰&栄養ドリンク。いつもハードに頑張ってるみっけちゃんのために持ってきてくれました。ありがとうございます。はい、こぼしくん、ありがとうございました。みけちゃん嬉しいね。はい、それでは続きまして、片野市から星野アマン。あ、星野アマンくんはこちらから来ます。星野アマン、どうぞ。袋にメッセージを書いてくれてますね。あ、なんだかみっけちゃんにつけてくれるみたいです。皆さん見えますか、アマンからのお誕生日プレゼント。みっけちゃんのお顔が真ん中についていますね。少々お待ちください。ちょっとつけてもらってる間に次のお友達のご紹介もさせていただきますね。続きまして、同じく枚方市文化観光協会からクラワンコ、ステージに上がってきてください。クラワンコどうぞ。つけてもらえた。みっけちゃん、新しく星野アマンが増えました。そしてクラワンコからもみっけちゃんへのプレゼントを持ってきてもらっています。そして続きましてですね、大阪市淀川区から淀川ドンファン来ていただいています。はい、ドンファンステージの方へどうぞ。あ、
ドンファーも持ってきてくれてますね。ミッキーちゃん、たくさんのプレゼントをみんなから頂戴しました。今日はこのお友達みんなと、ごめんね、しっかりします。はい、すみません。一番遠くですね、東から千葉県船橋市船五郎、ごめんね、お待たせしました。おなじみふなっしーの56番目の弟です。船五郎、ありがとう。よろしくお願いします。正面電車の中です。とても可愛いですね、はい、電車の中から手を振ってくれております。どうぞどうぞ、皆さんもシャッターチャンスでございますので、正面電車内見てくださいませ。